嫁蔵です。今日は、嫁から見た旦那の一日ですね。ちょっと撮っていきたいと思います。ちょっと初めてな感じなのでどうなるかわかりませんが、まず卓蔵さんを起こしていきたいと思います。で、今の時間が7時47分。さあ、起こしに行きましょう。どこまで見ちゃうか。ちゃちゃちゃん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 。じゃあヨーグルト買ってこようかな。うん。持ってくる？あ、髪の毛が少し。うん。おしゃれやん。それがおしゃれに映ってるかどうかはわからん。敏腕カメラマンやな。すぐにパッ。そんな感じだったんだね。うん、毎朝な。クロールの息継ぎみたいになってクロールって。100円の声も冷める瞬間ですよね。近くね。とっとっと。まあまあ安い化粧水けどね。乾かんようにな。塗りたくっとくっていう。ちょっと睡眠不足かもしれない。目が赤い。今日はね、何を見てもらってるかというと、一日撮影なんですよね。午前は撮影、午後も、撮影ということで。だけど、だいたい我が家は出ていくで言うてから、まあ時間ちょっとロスするよね。9時に出ていこう言うたら9時20分ぐらいになるし、今日は8時半に出ていこう言うたけど8時48分やし。まあこんなことで一日がスタートしてます。まずは神戸に向かいます。有名な大阪の、あ、見えなくなっちゃった。ゴミ処理場見せたかったのに。今からね、午前中は撮影で、カメラマン嫁やから電池渡してくんですね。はい。で、あとマイクも用意しちゃうのがあって、もう慣れたもんやからこれだけ渡してて自分でつけるから。実際にこう工場の中に一緒に入っていただいて、うん、ワークショップとか、うん、そういったイベントも今後企画できたらなと思ってます。面白いですね。いや、終わりましたね、撮影。撮影終わったのはいいけどさ、嫁蔵さんがな、カバンオーダーしたいオーダーしたいって言ってな、どうしようかって迷っててんな、うん、で今もまだ迷ってんな、うん、あ、猫や。え、この中に猫だ、猫走ってた。嘘。今から飯食いに行って考えようか。切ります。はい。卓蔵、その男は YouTuber をなりわいとするここふざけたやつである。右下辺にさ、卓蔵ってさ。あ、危ないよ。飯です。ありがとうございます。すみません。次の現場へレッツゴー。38分、わー、ちょうどいい時間やな。
次の撮影はアークテリクスの PV 作ってみたという撮影です。だからそのためにチャリンコもね、後ろに積んでますわ。今回チャリンコを小道具として必要らしいの でそれ終わったら夕方からは飲み会ですね。もう今はやってないんですけど、前ねオンラインサロンやってたんですけど、その時のメンバーの方と、大阪会場で飲み会で、東京はね12月に飲み会なんですけど、そんな感じです。結構ね、ちょっと撮影に行ってきます、PV。 はい、その時また連絡ちょうだい、待ってるから気をつけてね。お待たせしました、岡山です。今ね、はい、何シーンか撮りました、はい、であそこでチャリンコだけ使われております。君のチャリンコが、ね、うん、あれ撮り終わったらまた呼ばれて、はい、で撮影して、うん、その後な車と並走するって、だから場所を移動して撮ると思います、うん、君のサードチャンネル久々の更新流れてる。あ、本当？コメント5件来とったよ。へえ。無理せんといてください。え？無理せんといてください。無理しないんだけど。帰ってきましたよ。お疲れ。撮影から。いっぱいチャリンコで移動した？大阪市内横断するかもだわ、これ。ぜーぜー言いながら。撮ってくれた人は車乗って、そうそうそう、並走してね、最大勢で、そうそう、二人とも20代やけど、20代二人が車から、よし、じゃあ行きましょうって言われて、30代も、チャリンコこいでやな。まあそのシーンはまた PV に載ってると思うけども、まあ、ちゃんと法律のね、ルールに、交通ルールに乗っ取って走ったんですけども、うん、交通ルールには乗っ取ったのはいいけどもさ、うん、わしの体力にはもう乗っ取ってないからさ、そこは無視してるからさ。疲れたよね。ちょっと老けたもんね、顔。そりゃね、じじからないか。あんま俺らこういう時間の過ごし方ないからな。うん、カフェとか行ってもどうせ今からご飯食べるのにね、うん、行きたくないし。散歩？君疲れたんやないかい。もう歩かさんといて。もういいですわ、体力は。ヘトヘトですわ。ちょっとゆっくりしようか、ここで。うん、休憩します。休憩どうでした？よかったけど、早く家帰って風呂入って寝たいのは本音で分かるけど、伸び出したらそれは楽しいから、そこに本音ですな。確かに。どうですか、一日朝から早起きして撮影して、まあ、結構疲れたよ。疲れてますよ。ただいま。いや、今日一日終わりましたね、はい、怒涛の一日で、はい、お疲れ様です。うん、疲れた通り越したからもう体は全然元気ですけども、風呂入んのめんどくさいけどね、うん、まあそんなことでね、まあ、僕はブラックやから今からちょっとデータを入れたいなと思いますので、ね、データ今から入るようです。そう、最後ね、そう、それもっていうのもデータ命やからさ、ここに入ってやら落ち着かへんのよ。最後ね、ということでね、終わりたいなと思います。このデータも今からここに入れるので。そうだね、はい、はい、どんな系しんどくでもデータだけください。うん、データを絶対入れる。はい、入れましょう。はい、じゃあ、さようなら。はい、さようなら。